この前のイベントがすぐ満席になってきたので、もう一つのイベントを作ります。イエーイ。もし動物園に行きたかったら、大阪にもう一つの動物園があります。で、そこで今回またコロナで3名限定にしますが、行きます。で、詳しいことは、この動画の下に、書いてあるので、そこにクリックして行きたい人は申し込んできてください。で、今回も、一番早く申し込んでる、3名限定になりますので、コロナなんで、あんまり人が多かったら大変なことになるので、3名限定なんで、この動画の下にクリックして申し込んできてください。で、今回も何を言うかというと、別の動物園に行って、そこで、動物の名前をドイツ語で勉強します。だから、みんなと一緒に、動物園の中に行って、動物の名前と、動物の男性名詞、女性名詞、中性名詞、あと動物に関する説明もちょっとあると思うので、これ、ドイツ語に翻訳したり、みんなと一緒に、初心者でも楽しめるようなドイツ語の会話になります。あと、ドイツ語を、一人でプライベートレッスンで勉強してるんだけど、ドイツ語を一緒に勉強したい仲間がいたらいいなっていう方もいるので、だからね、同じくドイツ語を勉強してる友達が欲しいという方もぜひ申し込んできてください。で、もう一回振り返します。今回のイベントも3名限定ですので、この動画の下にクリックして申し込んできてください。申し込みを楽しみにしてます。動物園行きましょう。動物の名前ドイツ語で覚えようね。